どうもバーマーモスの田中です。というわけで今日はですね、3月9日ね、朝の3時ということで今仕事が終わりましてですね、ちょっと休憩しているところなんですけれど、まあですね、38日間の、休業要請期間を経まして、昨日を今日とっていう感じでね、2日間営業しました。で、昨夜っていうか一昨日ですかはですね、まあ忙しくはないんですけど、パラパラお客さんにね来ていただきまして、僕もねお客様と楽しい会話をしながらもたくさんお酒飲んだんですけど、今夜というか昨夜っていうかね今日は、お客さんゼロということでね、まあそうなりますよね、そりゃそうですよ。まだ感染者数多いですからね、こちらも。というわけでね、今日仕事中は一滴も飲んでなかったんですけれど、撮影のためにね熱燗というかぬる燗ですね、ちょうどいい感じで用意しております。いやー、このバー閉店後に飲むなんてね、この企画はもう久しぶりですね。いただきます。あ、人肌ぐらいのね、ちょうど美味しいです。はい、あてはですね、生ハムとチーズとカニカマですね。お酒がうまい、これ。ちょっと日本酒が美味しすぎて、ちょっと追加でシャウエッセも2本。はい、そんなわけでですね、もう僕はね、もう毎日今気になって仕方ないことがありましてね、それ何かと申しますとね、皆様も一緒かもしれませんけどね、やっぱり戦争に関することなんですよね。あれがもう本当に心が痛むことでして、もう毎時間もスマホでもうチェック、新しい情報をねチェックし続けてるんですけれど、でね、僕が最も懸念しているのは、その結局、あまりほら国名とかね、国の名前とか人の名前、こういうの言うとね、ちょっとGoogleさんから嫌われてしまうのであんまり言わないですけど、要はね、炉のプーがですよ、核兵器を使うの使わんのとかね、なんかそういう噂がありましてね。で、それでね、ちょっと思ったことがありまして、今日そのあたりのお話をさせていただきたいと思うんですけれど、ここはね、長崎なんですよね。で、長崎といえば被爆の県ですよね。長崎、広島、要はその世界中にこのたった2都市しか、要は被爆してないわけなんですよね。今日僕一番言いたかったのが、ちょっとびっくりしたことがありまして、それ何かと申しますと、長崎はね8月9日ですよ。で、広島が8月6日にね、原爆が投下された日なんですけど、その日って長崎県はね、8月9日なんですけど、8月9日は、夏休みですよね。登校日なんですよ。これ小中高みんな全部一緒なんですよ。ずっと登校日なんですよね。で、びっくりしたのが日本全国そうだとばっかり思ってたんですよ。ずっと多分高校卒業してからもずっとそうだと思ってたんですよ。そしたらどうやら長崎と広島だけみたいですね。昔はもっと別の県もやってたのかも分かりませんけど、どうやらこの被爆県のね、この2県だけみたいでして、でね、我々はその、ここ長崎ですから、長崎県民は8月9日に、学生はね、みんなその学校に登校しまして、で、その日は1日ね、もうなんか戦争反対のね、要するにその話があったりとか、核兵器を使うとどうなるかとか、原爆がどうだとかね、もう終始1日というか、半日ですかね、それで終わるわけなんですよ。ある時はね、戦争のその映画、特に原爆のね映画、裸足のゲンとかね、なんかいろいろそういうほら原爆に関する映画とかあるんですけど、そういうの 見たりとか、被爆した人のね、ほら写真あるじゃないですか、もうこんなひどいことになるんですよみたいなね、そういうのをね、すっごい幼い頃からね見てきてるわけですよ。8月9日の11時2分といえば、もう長崎県民からすればもう必然的に、めちゃくちゃ大きなサイレンが鳴るんでね、その時間になりますと、でもみんなもう県民ね一丸となってこう黙祷するわけなんですよね。で、これそれ象徴してたのが、何年か前にね、長崎代表の高校野球ですよ、夏のね高校野球で長崎代表がたまたまそのね8月9日の第一試合かなんかで、要はそのちょうどその11時2分と重なるっていう、そういう事態がありましてね、
で結局どうしたかって言ったら、結局その甲子園の人たちみんな黙祷するわけないですよね。でどうしたかって言ったら、そのなんか攻撃が終わった後にみんなベンチに戻った時に、長崎のそのチームだけがもう円陣を組んでね黙祷したっていうのがすごく、まあ、ニュースになっておりましたけど、だからもう長崎県民にとってみたらもう8月9日の11時2分、まあ、これはもう本当に特別な時間なんですよね。とにかくやっぱりその大きなサイレンが鳴りますのでね、その時には大体みんなが黙祷するというような、まあそんな日なんですよね。まあ、それでね、そのほらやっぱりその戦争映画というよりもその原爆に関する映画、もう多分今だったらコンプライアンスに引っかかるんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃグロいんですよね、やっぱり正直ね。でそれって、ね、その小学生とか、もう学生がそれ見るのはもうトラウマになるぐらいもう恐怖なんですよ。本当そのぐらい怖い、めちゃくちゃグロいんですけどね、目がこう飛び出る、垂れるとかね、大やけどとかね、なんかまああるんですけど、だからやっぱりね、我々はもう長崎県民っていうのはもうその、ね、どれだけ大変かっていうのはみんな理解してるわけですよ。もう十何年間ずっとそれを見るわけですからね。でまあ、原爆を体験した人の体験談なんかもね、やっぱりこう聞いたりとかして、そういう感じなんですけれど、それをね今もうね、炉のプーが、ね、使うの使わんのみたいなね、もうとんでもないことですからね、もう本当にもうやめてくださいっていうところですね。でね、これ十数年前ですね、うち結構外国人、特にオランダ人ですね、めちゃくちゃ来てたんですよ、うちの店に。もうたくさんのオランダ人が、まあ、その時ね、私たちのこの諫早市というところにはソニーっていうね、ソニーの大きな工場がありましてね、それに関連して、まあ、ある時すごく外国人が来てた時代がありましてね、特にオランダ人ですよ。でそのまあ外国人たちとも、ね、話をする中で、この休みどこ行くんだみたいな話をしたら、もう絶対みんな言うのが原爆資料館だと。めっちゃ人気なんですよ、原爆資料館に行きたいと。もうそれはもう別にオランダ人に限らず、まあ、アメリカ人であろうが、インド人とかみんなそう、とにかく長崎に来たから原爆資料館に行きたい、明日は行ってくるみたいなね、なんかそういう話をするんですよ。で、ああそうなんだと思って、でいろんなオランダ人来るんですよ。で、ね、みんな言うことは一つなんですよ。一つというかね、大体みんな同じこと言うんですよ、疑問に思うと。オランダ人はドイツ人とすごく仲が悪いと。もうオランダ人はドイツ人のことが大嫌いなんだと。でもなんで日本はこの、ね、原爆を落とされたのにアメリカ人のこと好きなんだみたいなね、こういうことをみんな言うんですよ、でも確かにそうですよね。大好きじゃないですか、アメリカ人のこと、日本人って。もう確かにそれなんでだろうって思いますけどね。なんかでもそれみんな他国の人は、そういう疑問に思ってるみたいでしてね、まあ、それでね、毎日ウクのねニュースが入ってきますけども、本当にね、もうこれ自分がその国にいたらどういうふうなメンタルとかどうなってんだろうって思うぐらいやっぱ辛くなりましてね。こうやってね、見守るしかないですけど、もう命あるだけありがたいなって、そういうニュース見るときにもうつくづく思いますね。もう平和、申し訳ない気持ちもありますけど、もう平和じゃないですか、日本は。なんかね、こうやって命あるだけありがたいなと、まともにね普通に生活できてるだけありがたいなって本当に思いますね。だし、もうつい最近までね、コロナでもうどうしようと、もうコロナ大変だっていうことでみんな悩んだりストレス抱えたりしてたでしょうけど、でももう戦争ってなるとね、それよりももっとでっかい問題だから、それに比べたらまた全然大したことないじゃんと思いますよね。やっぱりそういうふうに思ってしまいますよね。やっぱりこう浮くのね、国の人たちは成人してる人ね、19歳から、まあ、60歳までみんなもう出兵してね、要するにもう一緒に戦ってるわけですけど、それはもし自分とこう日本でもしそれだったとしたらどうだろうと思って、もう絶対ビビって何もできないだろうなと思うんですよね。例えば目の前に敵軍が来て、自分は銃持ってますと言って撃てるかって言ったらまず撃てないですよね。それナイフだったとしても槍であったとしてもですよ、殺せないですよ、そんなビビって。いやだからもう本当にどんな気持ちでいるのかなと思ってね、気になって仕方ないですね。これもしね、牢がですよ、核兵器をね使うの使わんのってなってきた時にはね、世界で唯一日本が被爆国なわけですから、
まあ、なんかすごくねその時になったら日本っていうのはすごくね大きなキーポイントになるんじゃないかなと思うんですよね。日本が発する発言とかね行動起こす行動はすごく大きなことになってくるんじゃないかなと思うんですよね。っていうね今日はまあもしかしたらね、このバーの話としては、まあ、タブーな話かも分かりませんけれどね、どうしてもねちょっとやっぱりこう辛いなという話をしたいのと、やっぱりこう長崎県民としてねやっぱり被爆県として、もう世界平和ねやっぱり切に願ってるっていう感じですね。はい、もう本当にもう一日も早く終わってほしいですね。はい、というわけで今日はそんな話をしてみました。どうもご視聴ありがとうございました。